では、ビトゲンシュタインと三浦梅園について、語りたいと思います。基本的にビトゲンシュタインといっても、初期の論理哲学論考と梅園の言語の比較です。基本的な私の立場は、ビトゲンシュタインが、論理哲学論考の中で書いたピクチャーセオリーを現実にやってのけたのが言語であるという解釈です。これに対しては異を唱える方もおられるかもしれませんが、まずこんな解釈をした人いないので、異論反論どころか、まあ、あっけに取られると思います。それでまず今度はこのですね、この方はどなたなんでしょうか。執筆者ちょっと分かんないんですよね。論理哲学論考を解読する、まあこの本の著者かもしれませんね。だとすると野谷茂樹さんということになるんだけど、大きくしてみましょうか。分かりづらいですね。野谷さんじゃないのかなと思います。ここ自体じゃあホームに帰れば分かるのかな。哲学早分かり、まあ私は私の解釈を進めていきます。言語と世界の対応関係で、このビトゲンシュタインが言わんとしたことが言語の文や図の何に該当するのかということを語っていきたいと思います。で、本書におけるビトゲンシュタインの基本の構えは、言語と世界が対応関係にあるはずだというものだと。これはもう梅園も同じです。言語と世界は対応関係にあるはずだ。梅園の場合は非常にはっきりしていて、一対一対応です。単者像です。ですから世界の論理的映像になっている。でこれはもう間違いないですね。でこういうことに漢文読みがこれ読むとですね、哲学的素養がまず乏しいので思いつかないんですよ。論理的写像といっても何のことやらわからないです。人が言語の研究しているので言語のこの斬新さがわからないんですよね。で言語と世界は対応関係にあるはずだというのは梅園の思想そのものです。でそのことはこの対応関係、まあこの自中天地図何度も挙げますけど、これは冬に対応しているんです。冬につけられたウィンターシーナリー、これも名前なんですね。ウィンターっていうのも名前ですね。それとこれ全く同じです。何語であるかということだけの違いですから、言語と世界は対応関係になるはずだと。で世界が先にあって、それに対して名前つけていったんですよね。で世界に、ある名前、世界に存在する事象あるいはまあ物に対して名前をつけて、それを自然界に存在する構成を写し取ったのがこういう図ですね。だから地球生態系を取り巻くものとして地球生態系を構成する要素を挙げ、そしてそこにいろんな現象を引き起こす要素をここに挙げているというわけですね。それでだからこれはもうまさに言語なんです。
で、言語が最小単位の命題にまで分解できるように、これをビトゲンシュタインは要素命題と呼ぶと。世界もまた最小の要素に分解することができると考える。まあこれ自体が要素命題、命字ですからね、名前ですので、これはどう解釈したらいいかというと、バイエンは反対物のペアを取り上げますのでね、ワンペアの思想ですから、冬は夏の、その対応物であると。バイエンは反という言葉を使います。冬は夏の反対である、あるいは冬は木の陰なるものである、夏は木の陽なるものである。それ木の陰なるものを夏というのと、夏というのは実は一緒なんですよね。木の陽なるものを夏という、木の陰なるものを冬という、それはその季節においてはそうなるんです。だからこの要素命題とこの命字が一致するかどうかは分かりません。例えば、冬は寒い、当然寒いんですね、寒いから冬なんですけど、これはその冬は寒いというふうに読めば、もうそれが要素命題になると思います。夏は逆に暑いんですよね、夏は暑い、暑い季節を夏と言ったわけですね。昼は明るいんです、夜は暗いんです。バイエン自身の定義だと、昼は天のものを隠し地のものを表す。で、天のものというのは星のことです。星を隠す、宇宙と我々人間の間、生物を含めて我々の間にドームのような青空ができるでしょ。だから天のものを隠している。その代わりに地上が見える。夜は地のものを隠し天のものを表すと、そういうふうに言ってる。それでも反対関係ですね。ですから地のものを表して、天のものを隠すという一つの命題とこの昼というのは同じことなんですよね。で、世界もまた最小の要素に分解することができる。でもこれらは全部最小の要素です。で、ビトゲンシュタインは世界は物の相対ではなく事実の相対であると考える。で、事実は成立した事態からなるとする。事態の成立に応じて事実が定まる。この場合その言語がですねどうなってるかなんですよ。で、これ英語で読むとちょっと分かんないんで、事実のドイツ語、今はもうこんな時代ものすごく勉強しやすい時代ですのでね、あれ、ドイツ語がないって、ごめんなさい、こっちに来ないとね、いけない。フィンランド語、ドイツ語、めんどくさいな。事実の読、事実のドイツ語、ドイツ語辞書でこういうのがあるんですよね。今事実、確かタートザヘですよね。事実のドイツ語は英語ではファクトですよね。で、こういうことが今もう本当にこれを事実タート在兵である。そうすると事態は何かということなんですけど、ここ事態、シチュエーション、発音は、どうなってんでしょうね。実はティオンとか書いてますね。スペル一緒ですねと言ってましたね。
実はティオン自体である、シチュエーションである、で状況のことですね、自体。世界は物の総体ではなく、ここですね、事実の総体であり、事実は成立した事態からなるとする。成立した事態、事態の成立に応じて事実が定まる。で事態がシチュエーションで事実がファクト、これどういう関係と見たらいいのかちょっと分かりません。ここでのポイントは、事態は相互に独立しているということ、また事態は対象同士の結びつきによって成立するということだ。ビトゲンシュタインによれば、対象は単純であり、それ以上分解することはできない。対象は事態のうちにしか存在しない。したがって事態と対象が世界の最小基本単位ということになる。そうすると事態は、またここで戻ればいいんですよ。事態は、対象同士の結びつきによって成立するということだ。というか、等価って対象同士の結びつきですから、一つの事態、季節は日が起こす一つの事態ですね。これは一日に起きる事態です。対象はこの昼、夜、冬、夏、無論あの春、秋もありますよ。省略してるだけです。中間帯はだいたい省略します。両極を出したら、その間のものはその間にあります。それ以上分解できないですよね。夏は夏です。だからこれはあの安江邦夫先生の、あの神の物理学で言われるモナドですよ。一つ一つがそう言って、まず間違いないですね。ただここでビトゲンシュタインは、対象が最小単位であること、事態が相互に独立していることの根拠について論じているわけではない。でバイエンはこれをストロークで表したんですね。この線が見えますけど、こういうのね、これがあのシェファーのストロークと同じ機能を持つあの論理否定積であるというのが私の解釈です。電気回路では何度回路に対応すると。で論理形式と写像というのがあります。でともあれ、ビトゲンシュタインによると、世界が正しく記述できるためには、世界の単位が確定できなければならず、また世界の単位と記述の単位が同型でなければならない。そうした同型性をビトゲンシュタインは論理形式と呼ぶ。この論理形式に当たるのがバイエルの場合条理なんですよね。条理、それを表したのがこれですね。条理、論理形式です。非常にシンプルですね。シェファーのストロークです。でこれは引用ですから、ビトゲンシュタインの論理哲学論考から引っ張ってきたもんですね。思考された世界が現実の世界とどれだけ異なっていようと、明らかにその思考された世界は現実の世界と何らかのもの、すなわち形式を共有していなければならない。形式を共有していなければもう、まあ夢ですね。夢にもならないかもしれませんね。何の形式も共有していなければ、創始が胡蝶になった夢を見て、創始が胡蝶になった夢を見たのか、胡蝶が創始になった夢を見ているのか分からなくなったとかいうのはね、現実の本質をね、やっぱ写像してるんですよ。決してただの無双ではありません。論理形式は対象同士が結びつく幅によって規定されている。例えば花は美しいと
とは結びつくことができるが円周率とは結びつくことができない。これはまあその通りですね。対象にはそれ固有の形式があり、形式を共有する限りにおいて相互に結合することができる。この結合関係を言語によって写し取ることで成立するものをビトゲンシュタインは像と呼ぶ。ピクチャーズ。で、ここで、ビルド。これが言語ですよね。あるいは写像とはまた違うんでしょうかね。像であれば確か言語はビルドだったと思います。ちょっと失礼。ピクチャーですね。がビルド。まあ今はね、もうすっかり忘れてしまって、こんな言葉も単語も忘れたのかというぐらい忘れてるんですけど、これはもう仕事を しながらの学問ってそういうもんです。言語のことは覚えてますけどね、他のことは忘れていきますが、こうやって対比できますからね、もう非常に効率的に勉強できます。69が近くなっても若い人に負けないですね。それでここで言わんとしていることは論理形式であると。で、これを像というと、そうするとこれは像ですよ、ビルドです、ピクチャーです。ビルドとピクチャーは等しいと見ていいのか、概念するところが少し違うんじゃないかと思うんですよね。ただその辺がもう英語もドイツ語もよく分かんないんで、専門家に尋ねてみてください。ビトゲンシュタインが言った意味でのビルドは英語のピクチャーでいいですかと。でこれはビトゲンシュタイン自身がですね、英訳にかなり不満を持ってたんですよ。かなり不満があったみたいですね。それでその辺からまあ問い直さないといけないです。これは専門家は知ってるでしょうけどね。それでこれが像であるというのは間違いない。これを像と呼ぶと。これを逆に言うと、対象と像の共通性が事態の写し取り、写像を可能にしていることになる。まさに写像でしょ。地球生態系を構成する構成要素を地球上のもの、あるいはその地表近くのものと、それをその外にあるものね、にこう分けている。で、こう日がここにあって、何度ももう言ったことだけども、これは太陽系の中心じゃないかとか思っとる大間違いで、ここに答え書いてます。 The sun in the sky、 空、青空の中に浮かんでいる太陽です。太陽系の中心の太陽ではないんですよ。だから陽気って言ったんです。これ太陽は陽の気なんですよ。で、地殺ロブでね、太陽を中心にした惑星の配列も書いてますけども、それは太陽から見ればそう見えるということです。それで、像と呼ぶと。だからこれは像です。バイエンの書いた言語の図は全部像です。その中の語も像です。これは山の像です。なぜこんなにシンプルにできたかというと、これが山だから。山という字はこうやってね書いたんです。これが山だ。だから漢字という象形文字、まあ論理的にここのこの言葉を借りたら写像文字、写像文字だからできたんです。でビトゲンシュタインにはこの写像文字というツールがなかったんですよね。これは難しかったでしょうね。
で、像は写像形式を写像することはできず、ただそれを示すだけである。で、これどういうことかというとね、意味が分かりづらいでしょう。で、こう戻って、これは像ですよね。像そのものは写像形式を写像できない。例えば山、山を見る。で、この山は これ自体が条理を示しているわけではない。山と対になるものといったら、陸の上ではこれなんですよね。の陸の上では野原、これは平らだから、これと対をなしている。だから2つないと写像形式が出てこないんですよ。2つあって初めて写像形式が出てくる。で、バイエンの言う半観っていう見方は、夏を見たら夏ではないものを夏の向こうにっていうかな、見るんですよ。反して見るから。だから夏に反するものといえば、寒く、暗く、まあいくらか暗いとね、寒い、暗い、雨ではなくて雪が降る、雨が早く落ちるのならば雪はゆっくり落ちる、水は流れない、つまり凍る、そういうふうな逆のものを想像するわけですよ。それを半観って言うんです。で、その半観が実際にあるかどうかを確認するのが腸に性によるということなんです。実際にそうであるかどうかを、その反対物の現物を見ようということなんです。この辺がまあ分かりやすいものばっかり上がってますけどね、なかなか分かりにくいものの場合もあります。どれが反なのか分からないから、そのピックアップにものすごく苦労しているんですよ。それにどういうその語を当てたらいいのか非常に苦労しているから、見せ消しの訂正が出てくるんです。簡単にはいきません。で、世界をビトゲンシテンは世界を単位にまで分解すると、で世界は事実からなると、そして、事実は成立した事態からなり、事態は対象の連環として成立する。ビトゲンシュタインは事態と対象を世界の単位として規定した後、言語に着目し、対象と論理形式を共有する明示と要素命題を言語の単位として規定するのだと。まさにこれなんですよね。明示と要素命題、雷ってあれば、雷は雲から大地に落ちるものとかね、そういうのをその言語の単位として、規定する。こういう規定が言語の定義なんです。何々なるものは何々なりと書いていまして、私が編集した1万6000行の検索用言語の8行に一文は定義文なんです。何々なるものは何々なり、何々なるものなの何々が明示ですね。何々なりでその命題ができてるんです。だからまさにこれをやったんですよ。誰も知らないです。で、言語とビトゲンシュタインの論理哲学論考両方読んだ人って多分私一人なんですよ。似て非なるものだから、しかし実によく似てるんです。似て非なるものに見えるだけ、文字が違うからね。ただじっくり考えないとね。それから研究というものを囲い込んじゃいけないんで、外に外に情報発信していかないと、その考えはここにもあるよという意見が出てこないんですよね。同好会ならいいですよ、それでも。研究会となるとね、研究となるともうどんどん情報発信しないと研究は進歩しません。
で、ビトゲンシュタインは論理操作の反復可能性が世界記述の可能性を満たしていると考える。で、この論理操作の反復可能性というのはまさにこれなんです。一足一一の連鎖です。つまりシェファーのストロークの連続適用です。際限ない適用をするわけですよ。これどこまでも広がるから。で、そうですね、世界記述の可能性を満たしているんです。実際世界記述しちゃったんだから。これで反復可能性というと難しく聞こえるかもしれないが、これは要素命題に否定を加えたり括弧を施したりしていくことで世界をちょうど数列のように記述していくことができるということだ。これはちょっとどうかなと。まあ、それ言語の方が深いですね。深くてシンプルですね。で、要素命題の成立あるいは不成立は経験的に検証できる。これはそうですね。だから超二性による実調実測というのを重んじたんです。実調実測は実験で確かめるということではありません。実調実測というのはまあ、その経験的に検証せよということです。頭の中で考えるなということです。したがって要素命題の集まりである複合命題は要素命題の検証を踏まえて検証することができる。論理操作は命題同士を関係づけるだけであり、命題そのものを変化させるわけではない。まあ言語に関してもそう言えますね。まあ言語の分難しいですからね。逐一これを確認するというのはまず今のところできませんね。で、事態が相互に独立であるという前提を取る以上、ある命題に論理操作を施すことが他の命題に影響を及ぼすことは原理的にありえないからだと。ちょっとよくわかりません。まあ、言語との関連ではよくわかりません。引用、私に一切の要素命題が与えられていると仮定しよう。まあ、こういう図のすべてですね、世界のすべてが与えられていると考えようと。その時単に次のような問いが残される。どの命題を私は要素命題から構成することができるのかと。これが全ての命題であり、そのような仕方で命題は限界づけられている。ここでまとめてみよう。世界が正しく記述できるためには、世界は事態と対象に落とし込むことができねばならず、できなければならず。まさに落とし込んでますよね。全部落とし込んだんですよ、これ。事態と対象に落とし込んだ図です。言語の図は全部。例外はありません。それらと形式を共有する命題と要素命題を規定できなければならない。規定は反対物がいるんですよね、こういう。それができればあとは論理操作を繰り返し要素命題同士を関係づけていくことで事実についての全ての可能な命題が構成できることになる。もっと正確に言うと、その可能性が論理的に保証されている。まさにこれなんですね。これで論理的に保証されてるんです。あとはもう描き方はバリエーションですからね。デザインが違うだけです。で、それらの命題が語りうるものについての全ての命題に他ならないとビトゲンシュタインは考えるのだ。つまり言語の世界で、まあ、全てを描き尽くせているわけではない。バイエ先生途中で亡くなりましたからね。で、全てを描き尽くした、つまり語りうるものについて語り尽くしたら、それが世界に対応する命題のすべてなんです。それ以外のことについては語れないです。で、論理学の命題は常に真。これは
まあ、これは割と論理学でも一般的に言われていますね。夜霧の夜霧は夜の霧である、トートロジーですよね。言語もそうなんですよ、トートロジーなんですよ。で、経験的な真偽について語っておらず、ただ論理の必然性だけを示す命題がトートロジーと呼ばれる。それは経験に関わらず常に真である。したがって論理学の命題も常に真である。それは経験に基づいて真偽が確かめられる命題とは区別しなければならない。そうヴィトゲンシュタインは考える。なるほど。そういうその論理的真があると。ただ個々の事象をピックアップしてワンペアで構築していくんですよね。その時に間違えることありますからね。間違えるから訂正するわけで、だからまあ、そこのところは論理的にはそうであると。そうですね、世界記述の客観性を保証する、間違えば正せばいいわけですからね。世界記述の客観性を保証する重要な要件となると。まあ、こういうことですよね。でこれはもう論理学の命題がトートロジーであることの意義はこの点にあると。これはもうまあここでは定義物差しを例にしてますけど、まあ昨日30センチだった定義は明日には20センチになるようなら、その模型の品質を保証することはできないだろうと。1メートルはいつでも1メートル、1キログラムはいつでも1キログラム、パーツの長さや重さを正確に測ることができるからこそ正確な模型を作ることができるし、その模型の品質を保証することもできる。論理学の命題がトートロジーであることの意義はこの点にある。これなんですよ、トートロジーなんですよ。これが保証しているんです。あとは全部バリエーションですからね。ちょっと失礼、これ消します。ちょっとメモリーを食いすぎてるんでちょっと消しました。論理操作による反復可能性には限界がない。論理空間を満たしている、まさにこれですね。果てがないですよと、どこまでも行きますよと、分割は。だから実際に私という主体が世界のすべてを言い表される、表せるわけではない。というのも、私にとって経験していないものは対象となり得ず、それゆえ明示に落とし込むことはできないからだ。これがですね、その山田圭司さんが実にこう、粗骨な議論を展開して恥をかいたところなんですよね。こういうところね、見ていないし知らないし、だから書けないんですよ。それだけのことですよ。全部知ってるわけじゃないです。南極の生き物とか、まあ南半球の生き物知らないんだから書けないで、それだけのことなんですよ。それ以外何にもないんです。
バイエンにとって経験していないものは対象となり得ず、それをそれゆえ明治に落とし込むことはできなかったというだけのことです。この辺がその文系の人のね、あのなんていうかな、やっぱり弱さなんですよね。多分山田圭司先生はビトゲンシュタイン読んでないんですよ。読んでたらある程度察しつきますよ。またあの執筆の手助けをした人たちも読んでなかったんですよね。雑読ある程度しないとね、どこに何があるか分かりませんからね。で、引用、経験的な実在は諸々の対象の相対によって限界づけられる。その限界は要素命題の相対のうちにおいて再度現れる。そうだね、そういうことなんですよ。その限界を一応こういう円で表してるんです。私は自分の経験の範囲内においてしか対象を取り出し、明示を組み合わせ、要素命題を作り上げることができないと。うんぬんとあります。まあ、それ私のことなきゃいけない。これね、私の性の内実は対象とその配置の仕方によって、定まってくる。それゆえ私と異なる経験を持ちうる他者は私の世界には存在しないということになる。でこれはね、ちょっと多賀仏教君にこたわる章を引っ張っていきましょうか。それで多賀仏教のですね、ローカルディスクのバイエンの多賀書、ちょっと一旦止めで、多賀仏教君にこたわる書にね、これに該当するところがあるんで、それゆえ私と異なる経験を用いる他者は私の世界には存在しないということになる。でここにね、350行、まあ、これ非常にね味わい深いので、この辺読んでみてくださいませ。で、ここでいきましょうか。この頃も人来たりて、我が説を発する人、あることども物語しける間、それにてよしと申して返し候と。こういうことなんですよ。自分の世界にその人存在しないんですよ。バイエン先生の世界には存在しなかったんですよ。だからそれにてよしと言うて返したんです。全然違う世界にいる人なんですよ。でこういう人たちをね、去るほどに、まあその天地千差万別、ここでされども天地物言わずね、人々の思うように見られるものにて、人々の思うように見られるものにて、正すところの人、千差万別に候えば、公絶をもって争わんには人気なく、自徳に宿はなく候。されどもその自徳も心心にて、天地は味なるものに候。去るほどに、組みて落ちるところは周味同じきもの、うちより語らうことに候。まあ、何々学派なんてそうなんですよね。なんかもう人間ってつまらんね。もう嫌ですね。去るほどに、去るによって我が説人に恣意申さず、この頃も人来たりて、我が説を発する人あることども物語しける間、それにてよしと申して返し候と。まあ反対、まあ簡単に言うと、まあとにかくもう関われんわと。そんなもんね、そういうことでしょ。関われんですよ。もう時間の無駄やからやめましょうと。そういうことです。でまあ、世界と性とは一つで、有名な命題ですね。私は私の世界であると。
私は私だけの世界を生きており、そこに他者は存在しない。ビトゲンシュタインの言う世界とは他者の存在しない、ただ私だけが生きている独我論的な世界なのだと。確かにそう言えばそう言えるんですよ。生涯孤独だったからですね。理解してくれる人はいなかったんですよ。天才矢野博は1年ちょっとで読んだんですよね。それから三浦光角もかなりのところまで読んでたんです。理解してたんです。でまあ高橋正也先生もかなり理解してましたね。末木武弘先生もかなり理解してましたね。しかしながらその 理解した世界を理解できる人っていうのは本当に いなかったんですよ。そういう意味では人はもう独我論的世界の中で生きざるを得ないです。でそうでない世界となるとね、さっき見たようにあの結局まあ趣味同じやったらね、同じ世界ですよ。匂いと味が同じで同じような人間ばっかりが群れ集うとですよ。そんなの風化の人とか書いてますけどね、面白いんですよ。風化の人ってよく言う、そんな言葉あったんですかね。そういう人をね、風化の人って言うんだって。おかしいでしょ。これここまあ104行のとこだからね。このゆえに門を訪ねてその主人に会い、その主人に請うて己が耳目を愚する者をば、我これを風化の人とて事前の実績を考え、公害の地理などを察し候ようようのことには、古今の変化遠隔東西の遠近離職、その他百字の方法、我が見聞の及ばざるところを乗せ、ゆえの人の発明とも合わせ寺さんには主は誠に主に候えども、天地は昔新しき天地にもあらず、今古き天地にもあらず、いつも変わらぬ無縁にして、我が路中の日、すなわち、万里の外の日にして、我が背中の水、すなわち千古の前の水ならば、この天地を知り、この千古を水古を知らんとならば、まずこの無縁に試みて、傍ら書籍に参考し、合わざるところを置き、合うところを取るべしと。この天地ね、今梅園先生が言った天地を見ていたのは梅園先生ただ一人だったんです。だからどうしてもね、世界と向き合うとね、その世界を見てるのは自分一人になるんですよ。そうでない場合はじゃあ団子のように固まってる人間になるんですよ。まあ仕方ないですよね、それ。価値や意味は世界の外にある。これも倫理の問題になりますのでね、あの言語と直接関係するかするとしたら、まあ、あの小説人文なんですけどね。まあ世界の外にあると言ってもいいかもしれません。これはその現なる一元気論、私はあの私で現なる一元気論を持ってますけど、現なる一元気の価値というのは常に創出されていくんです。これはあの西田喜多郎の創造されゆく世界でなければならないとあの言ってますね。あれと同じなんで、現なる一元気も不断に創造してるんです。不断に自己創生をしている、自己創造している、そういう存在なんで、あの止まっていないんですよ。現なる一元気自体が生き物なんです。天地は活物ゆえに死なずって書いてますからね。で最後がその語り得ないものについては沈黙しなければならない。でここでビトゲンシュタインが露呈しているのが西洋人の限界なんですよ。でこれね、語り得ないから書いてないんですよ。それが全てを包んでますよ、包んだ上でこう接してるんですよ、ね、それが荒海や佐渡に横田川間の川っていうこの日本人の世界です。でここにまではね、あのビトゲンシュタインは到達してないんでしょうね。
まあ、後期の思想を研究する気もなかったし、その余裕もなかったんだけど、別にビトゲンシュタインの専門家になるつもりないですから、私は言語の専門家なんで、何を言おうとしたのかな、まあそういうことですよ。価値や意味は世界の外にある。まあこういう俳句から感じる美観というかな、この簡素な歌の中に表された何者か、それは世界の外にあるんでしょうね。人の心の中にあるとも言えるんだけど、人の心は世界の外にあるのかもしれません。語れないものについては沈黙しなければならない。で、ここでもうほぼ結論になるので、まあここ明治大正、こういうのがそうですね、明治と大正である。明治がここにありますね。これの大正はこうやって出ますよね。大正と明治の一対一対応に徹してるんです。言語は要素命題と事態、要素命題と事態、これは文で書いてますね。複合命題、複合的な事態、これも文の中にありますね。これは明治と大正を配列している、ワンペアの集合として配列しているんですよね。言語、世界、事実の相対で、まあ論考から探究へと、で探究について私自身は知りません、読んでいません、興味がなかったんです。論理哲学論考の写像理論にしか興味がなかったんです。それとこの言語の対応付けですね、もうそれだけで実際もう手一杯だったんですよ。まあ、そういうことですから、皆さんこの言語の世界こうやってもう使えますのでね、ご覧になってくださいませ。論理哲学論考と言語の比較でした。比較研究までいかないけれども、研究はまあこれからで、こういうことに取り組んでくれる学生さん、まあ学校の先生が現れることを期待しています。今こうやって比較研究できますからね、こうやって比較して、まあ論文がそれは論文として書いて発表すればいいんですけど、素材はネット上にいくらでもあります。ではこれで終わります。